皆様こんばんは、カズチューブです。今回もご視聴本当にありがとうございます。午前3時です。すいません。神田の駅前でね、東京のノブさんとずっと飲んでまして、こんな時間になって帰ってきました。3時前じゃない、3時半です。失礼しました。オリックスさん勝ちました。よかったですね。皆さんありがとうございます。もうね、今日僕BS 松竹東急さんの方で東京に来て実況しておりました。東京のスタジオからオフチューブだったんですが、山下俊平太、そして内星流の、2人の投げ合い。同級生の2人ですよね。投げ合ったんですが、しかし、しんどい試合でした。で、この、俊平太君もね、前回フォアボール、7つ、デッドボール1つ、8四死球だったんだけど、今日ヒットをしっかり打たれて、5回までで100球超えという中でランナーを毎回背負って、初回の三者凡退以外は全部もう、あとは、得点圏にランナーを背負いながらもというピッチングではあったんだけども、でもそれでもやっぱりね、決して調子が良くないと思うんだけど、前回もそうだったんだけど、今日は失点1だけです。浅村選手のタイムリーツーベース1本だけですから、これはね、もうこのやっぱり悪い時、確かにこのもう中島監督もね、もうちょっとこう先発には長いイニング投げてほしいとおっしゃっていたんだけども、そういった意味では5回しか投げることはできなかったんだけども、最少失点に切り抜けたというところはね、評価できるんじゃないか。つまり決して状態が、その日の調子がいいわけじゃない中でね、ゲームを潰さずに作っていった山下俊平だというところは評価できるんじゃないか。これからいろんなところを修正して、もっと長いイニング投げられるようにということになってくるとは思うんですが、それでもね、失点1でしのいだ、本当しんどい試合だったと思うんです。しんどいピッチングだったと思う。だけどそれをね、耐えて5回失点1でまとめたというところがやっぱりすごいかな。で、今日6回のピンチかな、ピッチャー系統に入って山田投手が2アウトランナー2人背負ったところで比嘉さんが出てきて、今日1軍に登録されて、これをしっかり抑えた。これも大きかったね。で、吉田輝星投手が7回をしっかり三者凡退に抑えて、8回は小木田選手が投手が、ピンチを背負いながらも0点に抑えた、ね。で、9回は、同点の場面で1対1、しんどい試合の中でセデーニョがね、一発打ってくれて同点に追いついたんだけども、同点のまま、9回に入って、9回平野投手がね、もうワンアウトランナー三塁一塁の大ピンチ、そこでこの阿部をフォークで三振、岡島をセカンドゴロに打ち取って0点にしのいだ。で、その裏のサヨナラにつなげていくということになったわけなんですが、でもね、しんどい試合でした。でもね、これを勝つか負けるか、今日解説のノブさんともさっき飲みながらも話していたんだけども、勝つか負けるかのこの差、天と地の差っていう、この差大きいんだよね。で、これを勝てたというのは、本当厳しい試合です。ヒットの数も楽天の方が多い。チャンスの数も楽天の方が多かった。それでも、勝てたというのは大きいね。ただオリックスもノーアウトランナー三塁一塁の、5回の裏ですよね、チャンスに、そこで小田三振、太田、ファーストゴロ、西川ファーストゴロという、ちょっと厳しいイニングもあったのわけよ。本当にラオウが今日はフォアボールとね、フォアボール2つにツーベースにシングルヒットですよ。で、フォアボールも本当粘って粘って取って、という感じだったでしょ、ね。で、その後ツーベース打って紅林君のなんとかという進塁打を打とうという中でピッチャー強襲のヒットで三塁一塁になった後に、そこでね、やっぱり追いついていかないとという感じはありましたけどもね。そこ点取れなかったんだけども、やっぱり今日救ってくれたのはまず1人目は、セデーニョ、昨日もそうだったんだけども、やっぱり相手の甘いボールをこう逃さず、打ち損じせずに仕留めるあのホームランね、早くも第4号のホームランで同点に追いついて、でそこから、ピッチャーもしのいで最終回の紅林君のサヨナラヒットにつながったというゲームでありました。でも本当に今日のこの勝ちが、初めてのこれ3連戦勝ち越しなわけですよね。一つこの流れを変えるいいきっかけになってほしいな。そんな簡単じゃないと思うんだけどもね、野球って。だけども、あの試合が転機になったなという可能性があるゲームということは言えるかもしれません。そういった意味では今日の、もう今日なんですけども、
金曜日の試合が重要になってきますね。東君と伊藤大海投手の投げ合いということは、3度のゲームになりますか。というわけで、今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。カズチューブでした。明け方です。午前様です。すいません。じゃあまた。